いらっしゃいませ。行きますよ。どうですか？こんにちは。こんにちは。こんにちは。ごめんね。
あのね、よし、あの、またね。帰ったか。さあ、み、この前のことですけど、本当にありがとうございました。自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。ふん、家庭の問題に口挟みやがってよ。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ。でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんって、お前が。もっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。親とか失笑ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。うるせえ、分かってる。結局俺の一人相撲だったのか。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ、カオルを見る目が歪んじまってたかもな。ガキの頃の思い出や腐ってた自分自身のせいで。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。回答とかなら話はわかるんですけどね。義賊っていうの、回答って弱い者のために戦ってるんだし、みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパーは閉まっちまうぞ。今日の晩飯、お前の当番だろ。やば、失礼します。ったく、ガキってな成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて、閉店準備だ。お前シャッター下ろせ。津田も急に変わったよな。あんまニュースは見てねえけどよ、まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かんのは俺だ。だがそんな事情を知ってんのは他に誰がいる。どうするかな。まあ安心しろ、あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。ただの手駒で雇ったのに、
いつの間にかカオルの兄貴分か。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。困ってる奴を助けるためか。面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。借り作ったままは嫌なんだ。お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、軽視者の究極なる非王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。モデルガンで何すんだ。鉄火場に必要なのはエアガンだろう。ナイフもレプリカに過ぎん。デパートの包丁より役に立たねえぞ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さてやるか。どうも。
ありがとう。よーし。よし。
行きましょう。なあ、こんにちは。帰ったか。ごめんなさい。あの、どうしますか？
んじゃない？よし。
その…お伺いいたします。こんにちは。頼んだぞ。
かるかしら。少し待っててな。少し緊張するが、我は行くのだ、サラダマ。すまない、つい時間を忘れ去った。その楽しくて、でもこれで達成だな。なんかね、前来たのと同じ場所なのに景色が違って見える。うん、秋葉原だけじゃない、世界がどんどん広がっていくんだ。毎日いろんな発見がある。宗次郎の寝癖の向きとか、四茶の街並みとか、コーヒー豆の種類。世界は昨日と同じように見えても、毎日少しずつぐるぐると変わってく。頭では知ってたよ。でも自分もその中にいるんだって感じたことはなかった。私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい。それいいな。あのね、かなちゃんなんだけど、バイト始めたってメール来た。コンビニで働いてるみたい。高校生と同じことできたって喜んでた。でな、バイト代で参考書買ったって。高校受験するって。かなちゃんも新しい世界に出ていこうとしてる。切磋琢磨な。そして約束ノート全部できたらご褒美くれるって約束だよな。つーか忘れてないし、記憶力いいし。でもね、さっきそのつもりでお店見てきたけど、どれも違う。欲しいものいっぱいあったけど、自分が頑張れば手に入るものばっかり。私は自分じゃ手に入らないもの、もうもらったし。そんなことないって。ううん、そっちこそ忘れてる。私一番最初からすっごい大きなものもらってるんだよ。命をもらった。ありのままでいいって教えられたし、お母さんを信じろって教えられた。死んでた私が生き返った。だから私、怪盗団で恩返ししたい。仲間のため、誰かのためって思うと、知らなかった力が湧いてくるの。我は汝、汝は我。汝ここに、ちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、忍者の究極なる非業に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。
よし。よし。やべえ、心がバージョンアップ、新しい私爆誕。よし。命をもらったんだから私も命かける。何でも言って、ピンチの時は絶対助ける。本当だよ。任せて。そしてご褒美の権利を手放すとは一言も言ってない。じゃあね、ご褒美はカップ焼きそば1ヶ月分がいい。なんと良心的。あ、ネットでポチらないで今からいろいろ探し行こう。リアルを足で回る楽しさ知ってしまったしな。ありがとう。ごゆっくりどうぞ。
今日はありがとうございました。やれやれ。なあ。帰ったか。確かにちょっと異常だよな。どうなってんだ。What else?
しゃいませ。こんにちは。
よし。またね。なんと、できるではないか。ふざけるな。Thank you.
ありがとう。帰りましょうか。いらっしゃいませ。どちらになさいますか？いらっしゃいませ。いらっしゃい。またな。よなあ、どうする？うん。
ょう。
だな。
ありがとう。よし。どうしますか？行きますよ。さて、始めましょうか。
こんにちは。ジョーちゃん、コーヒーにハマってるらしいな。おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。嬉しいこと言ってくれるね。俺帰るからよ、店閉めといてくれな。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。チェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてやお父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど、最後にはしっかり聞いてくれた。ものすごく緊張した。社交辞令で要人のお相手することはあったけど、本音をぶつけたことなんてなかったから。経営陣の皆さんとお話しして、奥村フーズは全部任せることに決めた。どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし、信頼して大丈夫だって思えたの。それで私の将来の目標なんだけど、小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。どうかな、おじいさまがやっていたような愛されるお店。ここも雰囲気が似てるかな。ありきたりな夢よね。でもあなたに言ってもらえるとできる気がする。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。いっそルブランに弟子入りしようかしら。泣き疲れて止まった翌朝のコーヒー、身に染みて美味しかった。ああいう思いをしてもらえるお店を目指したいの。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの。強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。よかった、あなたと会えて。やっと分かってもらえる人に会えたって嬉しかったけど、今はもうそれ以上。今後は人に嫌われることもあるかもだけど、あなたがいてくれればきっと大丈夫。この恩必ず返させて。もしもあなたが大変な時は必ず助ける。もっと頼って。やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、女帝の究極なる非望に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。よし、よし。なんだか生まれ変わったみたい。こ
これが新しい力ね。よし。もし無事にお店開けたら、その時はお客さん第1号で招待するね。今から楽しみ。あ、話し込んじゃったね。もうこんな時間。じゃあまたね。ごきげんよう。ありがとうね。あのさ。
すんじゃねえぞ。バカ言ってんじゃねえ。
予防が大切です。どうしますか？行きますよ。どうですか？